ペットにおすすめの動物って何ですか？これは猫です。猫はうんこ同じところでします。絶対に子供を泣き止ませる方法を教えてください。これはですね、テレビの砂嵐ですね。これは伊藤家の食卓でやってました。一番キュンとする男性の仕草って何ですか？そうですね、ネクタイを外すところって言いますけれども、それを言う女にろくなやつはいないです。一番最初に整形するべきところはどこですか？これは目です。手軽ですから。はい、早いな。芸能界一セクシーな人を教えてください。壇蜜さんです。壇蜜さんがもうセクシーの象徴。はい、象徴。あなたが一番手に入れたい幸せって何ですか？これはですね、さゆりんごのポジションに座ることです。